レニングラードの総督府にかつて機体力学研究所が入居していた。GE ラングマック機体力学研究所はソビエト連邦のロケットや無塩化薬の開発を行っていた研究所で後にロケット砲やソビエトの宇宙ロケットの原型となる液体燃料ロケットを開発した。1929年5月から電気ロケットと液体燃料、 ロケットエンジンの開発グループが編成された。バレンティングルシコが設立した。その他1933年に、機体力学研究所のメンバーは、反動推進研究所に加わった。ソビエートアカデミー科学委員会は1 1 0 0トルに、連なるクレーターに、機体力学研究所のメンバーの名前を付けた。北体力学研究所から、ザナドコ、コンスタンティーノフ、 キーバルキッチ、フェダーウブ、パーマーツェブ、タイホーミロウフ、コンダラトク、ザンダー、ピーター、ポール、ラングマック、アーターミル、コスバーグ、機体力学設計局のメンバーから、スモール、ペトラーブ、チャーニシャブ、ザリッキ、アルタマナブ、コベリローブ、ファーソブ、アラキーン、グラチル、メツェンツェブと命名された。1973年、レニングラードに、ここに、 機体力学研究所があったことに由来して、博物館が開設された。宇宙船や宇宙服、ロケット、ミサイル、人工衛星、月、惑星探査機等が展示されている。ありがとうございます。